こんにちは、草小僧です。今日はですね、今ヤフオクに出店してるんですけども、未消6ヶ月の株がですね、どうなってるのかというのをちょっと見ていきたいと思います。今年の5月ですかねに、種から育てて、来た株が今こちらになります。だいぶんですね、いい形に育ってきてます。幹もですね、どれぐらいなんだろう、小指ぐらいになってます。よくですね、ヤフオクとかで2年3年管理してましたっていう株出てるんですけども、なんか変な話、5年6年と、ね、同じぐらいの太さに成長しまして、だいぶですね、形もよく育ってきてます。で、あと腰水ちょっとしてたこともあってですね、めちゃくちゃ根も生えてきてるんですね。ちょっと残念なんですけど、ちょっとこの根っこはですね、ちょっとちぎっちゃう形になるんですけど、ヤフオクに出店してるやつがですね、実はパワータンクとか確認してないんですね。っていうのも、これから落札される方のですね、パキプスをですね、こう掘り出してパワータンクいじってとかあんまりやりたくなくてですね、出店しているものについてはパワータンク見ずにですね、出しているという状況です。で、今回は同じタイミングで種まきして育った未消化がどうなっているのかっていうのをちょっと、見ようかなというふうな動画になります。で、ちょっとまずは根っこ、残念ですが、ちょっと一旦ちぎっちゃいますね。どうせちぎれるかと思うので、まあちぎれても根っこって新しい根を出そうとしますので問題ないかと思います。じゃあ土から出してみます。あー、これ詰まってるな。これこのプランターが中から内圧がかかってすごいパンパンになってます。つけたくない出てきましたね。ちょっとそばで、私もですね、まだ初めて見たのでちょっと状況が把握できてないんですけど、あ、これすごいな。見えますかね。えげつないほどパワータンクできてました。すごいですね。こんななるんですね。未消6ヶ月です。で、幹もこんな太くなってて、小指、私結構手でかい方なんですけど。で、パワータンクも、1、2、3、4、5、6本ぐらいですね。でもこれ鉢の一番下まで伸びちゃってますね。ちょっとまた同じ鉢に戻そうかなと思ってたんですけど、ちょっと厳しそうなのですいません、動画回し始めて回す前にちょっと考えとけって感じだったんですけど、どうしよう、ちょっと新しい鉢を用意してですね、植え替えてあげようかと思います。今日は短い動画ですが、以上、未消6ヶ月パキプスの経過報告になります。参考になりましたかね。輸入のベアルートのパキプス手届かないっていう方もですね、こう大事に、手をかけて育ててあげればかなり立派になっていきますので、ぜひ、なんていうんですかね、夢を諦めずというか、ベアルート株じゃなくても、未消でも、十分、
植物をめでて楽しむこともできるかと思いますので、ぜひ挑戦見てしてみてはいかがかなというところです。今回は以上になります。バイバイ。